はい、どうもゴリスポです。今日は2016年12月の31日大晦日でございます。本当は大掃除をする予定だったんですが、ゴリの親友、そして弟分、ゴーゴーゲンスケ様がお掃除しなくていいよって、カスタム進めていいよっていう形なんで、今日はちょっと、XR のフロントホイールと、ロードスターのフロントホイールどちらが重いか、これずっと気になってたんで、今日はまずそれを取って、そしてできればこう作業を急ピッチで進めて、今日は動画を2本撮りたいと思います。あとデジカメがもう末期状態で、本当に皆様にはこう悪い画像をお見せして申し訳ございません。はいはい、とこの三つ股、はい、XR と同じではないんだけど、はい、比較は XR だと思う。だから絶対スポンジ入ると思う。ほとんど無加工で。カラーぐらいは作る。カラーも作らんでいいんですか。カラーも多分一緒だと思う。 J はどうなんです。でも結局はなんで、あのこのホイール幅をノギスで測って、はい、こいつのホイール幅を測って一緒だったらもう一緒ってことだから、はい、まあそうですね。 XR1200X のホイール、こちらスポーツスター、ロードスターのホイール、ともにホイールとタイヤ、その2つついている状態になります。その前にこれ計量すれば一発でわかるんですが、その前にちょっとここら辺は自分のための動画になっちゃうんですけど、こちらのフロントホイールとこちら、ロードスターのフロントホイール、これリム幅が一緒であらばもうポン付けできるって形なんですけど、先ほど測ってみました。XR のホイールの幅が 136.5mm、 ロードスターのホイールの幅が 139mm。 もう簡単にポン付けはできないですね。まあ、多少カラー調整すればまあなんていうことはないんですが、まあ簡単そのまんまポン付けはできないってことが分かりました。そして今から計量してみたいと思います。測りは体重計なので誤差があります。よいしょ、乗せてみますね。まずフロントタイヤ、 XR のフロントタイヤとタイヤ付きの重さ11キロです。おそらくわからないと思いますが11キロ。はい、そしてロードスターのフロントホイールとタイヤ同条件です。よいしょ、すいませんね、ちょっと目回る動画になっちゃうかもしれない。よいしょ、これ変わんねえな。11キロです。体重計なのでちょっと誤差があります。ともに11キロ付近。今ちょっと車あれなんで一旦止めますね。はい、 XR のリアホイールとタイヤ、こちらを測ってみます。よいしょ、結構重いですよね。14キロです。あ、カラス鳴いてるし。はい、これ14キロです。はい、続きまして、よいしょ、誰かサポートをしてくれる人がいればこんな荒れた動画にならないんですけど、ロードスターリアホイール測ってみます。うん、やっぱ重いな。11、12、13キロ、13キロですね。13キロ、もう見づらいと思うんですけど、っていうことはロードスターのリアホイールのが軽いっていうことになりました。リアに関してはリアホイールに関しては XR のホイールを入れると、重量かっていうふうになりますが、あとはアルミのスイングアーム、これ測ればね、全部のトータルの計算ができると思うんで、今日は、ホイールまたこちら純正のロードスターの方に戻します。